まあ、無駄なフォアボールとかもありましたけど、まあ、2回0に抑えられたので、はい、満足してます。最後、同じ質問になりますが、チームは残り8試合、菅野さん、まだ登板があります。秋の戦いに向けて一言お願いします。一つでもね、上の順位に行くのが、チームとしての目標なので、しっかりその先頭に立って頑張ります。ありがとうございました。見事な完封勝利、エース菅野選手でした。